この前も大丈夫だったんだから今回も大丈夫だよ。この前の作品結構評判良くて売れたみたいなんで、2匹目の土壌みたいな感じで、土壌あそこに、はい、道場なんつっていやいや、土壌はいれませんよ。顔で笑っても背中で泣いている。うちの事務所の新人です。え、もしかしたらあの有名なアイドルグループにいなかったかな。すごい人気あったのに男とのスキャンダルで無理やり卒業させられちゃったんですよ。カット頭入ってきちゃったよ。